問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか？いや、個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど、教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いっていう人とか、もっと発展的なものを学びたいっていう人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。